クリスチャン・ディクソン・ウォーカーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、モンゴメリー群のリスタウン出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。2009年の MLB ドラフト49巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名されたが、契約せずに、サウスカロライナ大学へ進学した。2012年の MLB ドラフト4巡目で、 ボルチモアオーリオールズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 アバディーンアイアンバーズで、プロデビュー。22試合に出場して打率。284.2本塁打、9打点、2盗塁の成績を残した。2013年は、A 級デルマーバーショアバーズ、A 級フレデリック・キーズ、a 級、ボーイベイソックスでプレーし、3球団合計で103試合に出場して打率。 300.11本類が56打点に投塁の成績を残した。この年はオールスターフューチャーズゲームにも選出された。2014年マイナーでは A 級ボーイとトリプル A 級のウォークタイズでプレイし2球団合計で139試合に出場して打率288.26本類が96打点に投塁の成績を残した。 マイナー全日程終了後の9月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは6試合に出場して打率、167.1本類が1打点の成績を残した。2015年、マイナーではトリプル A 級ノーフォークでプレーし、138試合に出場して打率。 257.18本類が74打点1盗塁の成績を残した。メジャーでは7試合の出場で打率111だった。2016年はトリプル A 級ノーフォークでプレーし131試合に出場して打率264.18本類が64打点2盗塁の成績を残した。この年はメジャーでの出場はなかった。 2017年2月21日にディフェとなった。2017年2月25日にウェーバー工事を経てアトランタブレーブスへ移籍した。その後、3月6日にシンシナティレッツ、28日にアリゾナダイヤモンドバックスへといずれもウェーバー工事を経て移籍した。3月30日に40人枠外となって3家のトリプル A 級リノ A シズへ配属された。 この年マイナーでは、トリプル A 級リノでプレーし、133試合に出場して打率。309.32本類が、114打点、5盗塁の成績を残すと、パシフィックコーストリーグの MVP に選出された。ロースター拡大後の9月10日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。この年メジャーでは11試合に出場して打率。250.2本類打 打点の成績を残した。2018年4月21日のサンディエゴパドレス戦では8回まで無安打に抑えられていた相手先発のタイソンロスからノーヒットノーランを阻止及び同点となる打点付きの2塁打を放った。ありがとうございます。